スですよね。今日はミニーちゃんに変身してくれる？ママ食べたい？うん、ママ食べたい？コーク何？コーク何これ？ミッキーちゃん。ミッキーちゃんや。自分がミッキーちゃんって分かってない。大きい子なのね。大きいね。これパパの子ね。じゃあパパのや。
皆様にお知らせします。まもなくパレードルートにおいてディズニーの仲間たちが皆様へご挨拶するミッキー&フレンズのグリーティングパレードが始まります。別のグループの方と間隔を空けてご覧ください。どうぞお楽しみに。In just a few minutes on the parade route, we will proudly present Mickey and Friends. Yeah.
ってみる？これでいいの？ふーちゃん。もっと可愛いな、そうだけどいいの？にゃんにゃんとかは？これほら。にゃんにゃん。にゃんにゃん。何いいの？どう？どう？ふーちゃん。リボンで可愛い。いい感じ？いい感じ。ふーくん。ふーくんどれ？ふーくんこれ。一緒だ、一緒に見ようね。ライオンもいるよ。ライオン、おいうちゾウさん、ゾウさん、ゾウさん、シュウちゃん、どう、これでいい？大きいね。大きいよね。大きいパウンだ。どうする、それでいい？オッケー。
するか。無事行こう。うん、行こう。ふーちゃんもお願いします。ふーさん、ちょっとピッてしてもいい？あ、ありがとう。あ、偉い。出発する前、駅で機関車に水を補給していたんですが、気がつきましたか？あれはね、このウエスタンリバー鉄道が開拓時代に
東部の都市と西部の荒野をつないでいた列車と同じ蒸気機関車だから旅を続けるんですよ。お客さんいないよ。いないね。お客さんママいたね。お客さんこんにいない。いないね。いよいよアメリカの西部です。未開拓の土地で生活するのはとても厳しいんですが、ここには美しい自然と、それから何より一攫千金のチャンスがあります。お、川の向こう小屋が燃えています。開拓者の夢が灰になってしまいましたね。しかしフロンティアスピリットが燃え尽きることは決してないでしょう。おや、インディアンの部族がキャンプをしてますよ。ほらほらほら、子供たちが皆さんを歓迎して外に出てきています。インディアンの言葉で我々は仲間だということをミタクエオアシンというんですが、こっちも手を振ってみましょうかね。ミタクエオアシン。彼らの家はティーピーといって、バッファローの群れを追って移動しやすいように簡単に持ち運びができるようになっています。バッファローの肉や皮は料理や服やテントの材料になるんですよ。それから若い連中がよく鹿を狩りに行っているんですが、こういう動物たちがこの部族の生活を支えているんですね。
ちゃん風邪ひくよ。こっちおいで。すーちゃん。すーあさん。Woo!